正解ってやりたいけどね、ゴア隊長。でも中身が全然違うからな。エキゾチック物質を確認、受領します。ご苦労でした、アスリ隊員。これは動力班に回し、新セクターへの航行準備を始めます。そろそろさ、この船の中でも足ずりってやばいんじゃねえかみたいな噂立ってないの、これ。大丈夫か？あいつ、知らないうちに悪魔と合体してんじゃねえみたいな。ティアマと一人で倒しちゃったよみたいな、ないのか？これが二つ目のエキゾチック物質になるわけね。でもみんなあれか、イージーミッションだと思ってんだろうな、どうせな。俺以外の連中はみんな。アーサーが予測した通りに任務が進行しているということで、それはいいことではあるけど。そいつはつまり、あの謎の三生命体による情報が嘘ではなかったということでもあるな。あの謎のね、あの白い部屋にいたあの三人だ、チュレルみたいなやつ。希望が見えたのかもしれんが、いいように遊ばされてるのかもな、あの化け物たちに。そうだね。シュバルツバースの中心に、メムアレフというのがあるという情報も正しいのかしらね。いつになればそこにたどり着けるのか分かりもしないけれど。なんとも足元のおぼつかないましたな。科学の水を集めた調査隊という電話どこへやらだ。うっちーの。お前でも通信班やることねえだろ。なんかしろ。こんな俺たちだ、誘導しっかり頼むぞ、さよ。言葉だけは出てくるな、うっちーの。進むしかない。不遇の調査隊だな。目の前にあることやるしかない。それで朝はどうやって新セクター行くんだ。新セクターへはエリダルスへ戻って、そのままバニシングポイントに入り移動します。連続ジャンプによって新セクターへと侵入するのです。やっぱ右のあのマップにどんどん増えていくのか、今後。またあの三生命体に邪魔されなきゃいいかな。一回落ちてるからね、バニシングポイントで、この船。そこは心配ですね。安全な航行を頼むぜ。このフォルナクスは無数の悪魔の種が蓄えられていたけれど、次に行くセクターもきっと強大な悪魔の力が潜んでいるんでしょうね。で、悪魔の源みたいなやつ倒したのにさ、もうだから今後悪魔が増えることはないって考えていいのかな。殺せば殺すだけ悪魔は消えていくのかな。ゼレーニン喜びそう。ゼレーニンは新セクターへ向かう前にいくつか報告事項があります。てか最近マンセマット出てこねえな、あいつ。そろそろ顔出せや。まずヒメネス隊の処遇ですが、検査の結果が思わしくありません。当面任務を外します。え、どういう結果？何が思わしくないんだ。必要なら無期限睡眠に入らせます。絶対暴れるじゃん。ヒメネスがそれ受け入れるわけないよ。ヒメネス本人は強く任務への復帰を求めていますが、あ、ゾイちゃん。彼の行動をコントロールできるかは少し疑問です。ゾイちゃんちゃんとお触りして調べたのかな、ヒメネスのこと。またジャック部隊の基地に突入した時みたいな、勝手な行動を取られても困るしな。その突入のことですけど、何でも勝手に侵入したバガブーとかいう仲間の後を追って仕方なく行ったようで、バガブーが暴走したのか。ヒメネス自身の意思によるものではなかったようです。バガブーは多分実験材料にされる自分の同胞たちを目の当たりにして抑えきれなかったのかな。実験に使われる悪魔たちを見てな。もっとも今となってはどうしようもないことですけど、ヒメネスとしては同情しちゃうよね、バガブーに。いたずらな運命に翻弄されたな、ヒメネスも。そうだよな。あのバガブー部屋で俺こいつ連れてくわって言わなければこうならなかったかもしれないし。次に旧ジャック部隊についてですが、コントロールは順調に推移しています。もしかするとこの調査隊に何らかの技術的貢献をもたらすかもしれません。あ、一応使えるやつらなんだ。全体制で収集された物資や捕獲された悪魔などの処遇についてもレポートを指示しています。とかいろいろ悪魔の実験のデータとかも俺たち使えるのか。あいつらにも多少の自治権が戻ったわけだが、まあ迷惑かけなきゃそれでいいかな。報告は以上です。新セクターへの侵入準備に移りましょう。次なるエキゾチック物質の探査に向かわなくてはなりません。各クルーとも所定の配置についてください。また新ダンジョンか。いや、なかなか大変だったというか、フォルナクス。毎回、三本道のうち、一本行くたびに呼び戻されてはジャック部隊の基地に行きだったから、往復がね、まあ、それもいつものことか。毎回毎回往復してるもんな。レッドスプライト号とダンジョンの往復。サラリーマンだよ、もはや。アーサー。上司アーサーにお仕えするサラリーマンに近い。毎朝通勤してる。連続スキップは成功です。新たなエキゾチック物質がバニシングポイントを返し、未到達だった領域へと誘導しています。当艦は無事に新しいセクターに着陸しました。各クルーとも任務の準備に移行してください。監査艦はフィールド、あ、そう、どういうフィールドになるんだろうね。
なんかいきなり無機質な、ね、シバルバーみたいな環境になったと思ったけど、この領域ですがセクターコード G グルースを発行します。グルースか、考えます。ディスプレイに送ります。また綺麗な、あ、うん、氷か、雪景色。モニターに外の様子が映し出された。意外になんか普通ですね。あ、というかそれ最初のアントリアの地下の様子じゃない？地下が燃えてたけど、この景色見覚えがあるぞ。燃えてないパターンのアントリア？ねえ、セクターアントリアじゃないのか。燃えてないアントリアだ。確かにそう、そうにも見えるが、アントリアとは違わないか。あそこはもっと燃えてたぜ。ミヤちゃんが言うとかっこいいな。燃えてたぜ、あそこは。ここがアントリアだなんてありえないわ。レッドスプライトは全く異なる時空座標にいるはずなんですもの。なんだろう、マルチバース的な感じなのかな。うん、平行世界とか。奇妙な予備調査のデータが入っています。このアントリアに似て非なる光景も奇妙といえば奇妙なんですが、フィールドのさらに内部からは全く異なる構造体で構築された領域があるようです。異なる構造体、つまりアントリアのように見える領域もあれば、そうでなく全く別の見え方をする領域もあるのではないかと。複数種モザイク的なフィールドが広がっているという予測です。あれか、もうネタ切れになっちゃってさ、使い回しじゃねえだろうな。過去のフィールドをとりあえずもうぐちゃまずにしたれみたいな、一筋縄ではいかないセクター構造のようです。フィールドでミッションに当たるクルーは十分注意してください。使い回しか。セクターグルースの簡易観測ですが、他の空間と比べ質量が不安定です。蜃気楼のように不安定な存在で、あるものが何かのきっかけで実体化しているようです。ダンジョンの構造がコロコロ変わったりするのかな、ひょっとして。現在着陸している場所は比較的実体化が進んでいる箇所となります。実体がない部分があるってことか。どうも随分と怪しげなセクターのようだが、もう何が起こっても驚かねえな。確かに調査隊の一員としてやるべきことをやってればいいんだよな。ここにもあるんだろ、エキゾチック物質っていかついのかよ。でもエキゾチック物質で移動しても地上には戻れなかった。私たちは不確かな情報に踊らされてるみたい。結局根本の部分を解決しなきゃ地上には出れないってことだな。脱出なんてもう信じる方がどうかしてるのかもね。あれ、もうヒメネスも脱出したいって言わないだろうし、残留派が多くなるのかな、これで。あ、ちょっと一回切るか。イベントが長いですね。そんなことはみんなわかっている。そうだな。不安を煽るようなことは言わないでくれ、ゼレーニ。まあ一応まだ帰れるっていう希望を持って頑張ってるクルーもいるだろうしね。任務継続に支障をきたす。士気になって関わるんだ。ごめんなさい。また言葉が過ぎたわ。ヒメネスがいなくなったことでね、ゼレーニンが好き勝手発言するようになっちゃってる。足ずりがね、何にも言わないもんだから、発言を自由にしちゃってるよ。ただ私は不満なのではなく、別の方法もあるんじゃないかということを言いたいと思って。だからゼレーニンはもう完全に残ってさ、シュワルツバースを徹底的に調査する派でしょ。指令コマンドとしては現状通りエキゾチック物質調査を最重要ミッションとして提案します。これはエキゾチック物質が脱出の可能性というだけではなく、シュワルツバースの中枢であるメムアレフに実際に近づいている可能性も考慮してのことです。まあメムアレフには絶対行くことになりそうだね。ここからは完全に推測となりそうなりますが、シュバルツバースの中枢と思われるメムアレフを破壊することで、シュバルツバースを消去することも可能なのかもしれません。まあ俺らも多分一緒に消えるだろうけどな、それ。シュバルツバースは破壊だと、ムッチーノ。できるのか、それが。一度失敗してることなんじゃ。確かに。外側からは失敗だったけど、この内側はもうどうかしら。とはいえ久々の明るい情報で嬉しいぜ、アーサー。破壊する方法も不明だし、攻撃目標すら捕捉できない。そもそもメムアレフが何なのか分かってないっていうね。まあラスボスでしょうね、メムアレフがね。危険度だって特 A 級。すべて推測の域は出ないとはいえ、それでももう一つの可能性が出たわけだ。どちらにせよ、エキゾチック物質なしにその夢も見れないってことだな。探索任務は了解だ。クルーの扱いが上手くなってきたな、アーサー。まあでももともとそんな感じだったと思うけどね、アーサーね。うまいことうまいこと、希望を持たしてな。このシュバルツバースを破壊だなんて無理なおとき話で、やる気を出させようなんてのは、それを任務をサブる口実にしないでくれよ。ニアちゃん強いね。ただでさえジャック部隊の監視だなんだで人員が不足してるんだ。
気持ちはどうあれ任務に励んでもらわなきゃな。ミヤちゃんこそ機動班にふさわしいんじゃないか。なんで通信班なんだミヤちゃんは。でもシュバルツバースを破壊したら地上へ戻れるの？私たちの命はどうなるの？一緒に消えちゃうよね絶対。脱出しないと。落ち着けよ。そんな怒るかもわからない想定でオロオロするな。メイビーちゃんいつもオロオロしてる。それよりもシュバルツバースでいかに死なずにいるかを考える方が現実的だぜ。まあなあ。希望もさ定まらない状態ね私たち。人間であるあなたたちには情緒のコントロールも求められます。ついにだんだんね狂ってきてますねみんなのメンタルが。どうぞ冷静に状況を把握し任務に当たってください。ではエキゾチック物質の調査を最重要ミッションとして発令します。まあ、こんなにね脱出できるかもできるかもって何度も何度も先送りにされてるからそりゃやきもきするわな。ではあなたたちの良い報告を期待します。プレイヤーの心理状況もこのクルーたちに反映されてるのかもしれない。まだかよつってまだ続くんすかっていうね。反映されてるな我々の気持ちが。今までのセクターの様相が混在するとはひときわ厄介そうなところだな。しかし見方を変えてみればそれらのセクターの総括的な場所だとは言えないだろうか。うん。2番センチ、それだけ我々がシュバルツバースの中核に近づいているということだ。気をしっかりと持とう。そして確実に前進していこう。加藤は強いな。ちゃんとしてるな。私にはどうしてもヒメネスが信用できないわ。いいじゃねえかよヒメネスは。ヒメネスで彼は悪魔になったの。人間の一線を踏み越えてしまったの。人間という形態だからこそ存在した様々な抑制がもう彼にはないの。それはどうなんだろうな。それはどうなの。なんか難しいね。その人間という形っていうのがそもそも何なのって話になってくるけどな。その普通って何っていう話になるけど。それで人間と別れ合うなんて私にはどうしても考えられないわ。難しい話になってきたな。哲学になってくるなこれ以上は。ちょっと待ってくれ。一番気になるのは次のマップのデカさ。あと4個いけるグルース以外あと4個いけるな。いやそうか。ほら広いね。まだまだ遊べるやん。どうやら今度のグルースは今までのセクターの寄せ集めで構成されているらしいな。次から次へと手を変え品を変え俺たちを歓迎してくれやがる。楽しそうだねブレア。まあ気負わず行こうぜ。どうせ当てのないシュバルツバースの旅なんだ。ストレンジジャーニー。クルーの精神状態に見て取れる疲れが出始めたわね。ここの優れた設備を使えば身体的ケアはどうとでもなるけれどメンタルケアはそうもいかない。いやゾイちゃんに癒してもらいたいな。もちろんあの洗脳装置は論外よ。なんだっけ MK なんとか MK レストラン。とにかく今はこの長期化した戦況に決着が見えてくるのを待つばかりね。いやあの洗脳装置でヒメネスを洗脳しちまってちゃんと動くようにコントロールすればいいのでは。いやそれも非人道的か。さっきヒメネスの身体データの検査に立ち会ったんだが、お前やっぱ医療班じゃねえかウルフ。全くすげえ体だぜ。あれが悪魔の肉体ってやつなのか。あんな規格外の物を出されちゃ人間様も刀しさ。そっか我々人間はデモニカスーツを着てるから力とかが上昇していってるけども、あ脱いだらもう力とか魔力とか全部ゼロってことだよね。ゼロはないか。初期値がどんぐらいか分かんないけどさ、初期値10ぐらいあったっけか。この力魔力体力速さ10もなかったかな。5とかかな。デモニカスーツはゴリゴリに成長していってるからね。こんな49もあるけど、それかヒメネスは多分デモニカスーツ脱いでもこのぐらいあるんだろうね。同じぐらいの力がな。それはすごい体になるわな。おお、そのホルマ。はいはい。邪竜の宴会、まあ、ティアマトの塩ティアマトさんのお塩です。ラプラス悪魔合体時結局通常よりも高レベルの悪魔になる場合がある。いやこれなんか望む悪魔と違うような悪魔になっちゃう可能性あるのか。ロングバースデー必ずアイテムくれるようになる。へえ、レベルアップしね。悪魔が仲間になるのをやめそうになった時悪魔を思い直させる。だいぶ限定されてくるな状況が。あーそんなパッとしないね。どうなんだろう。ラプラスはまあ気になるかな。まあ、買っといて損はない。
とは別にいいかなって感じかな。さて10、あ、ブリザード M いける。猛氷乱撃、敵全体に氷結ね。で単純に10が強くなって敵全体に1回か。あ、いいねいいねいいね、まあ、これ買いましょう。オッケー、メタルベスト、完全金属製のメカニカルベスト、物理耐性、電撃弱点、あーこれいいね、物理耐性めっちゃ欲しい。あ、オッケーオッケー、これはいいよ、これはいい買い物。アイブースタリング、あ、銃の氷結耐力上昇、まあそれはいいかな、まあいいでしょう。アービン、みんな疲れてる感じだが、こういう時こそ気の持ちようぜよ。このセクターだって新しいフォルマの宝庫だと考えればやる気がみなぎってくるはずだ。お前はやる気満々だろうけどな。実際地に降り立つ俺たちのことを考えてほしい。ほら実際癖がありそうで珍しいフォルマが期待できると思わんか。なんか使い回しっぽいぞアービン、あんまり新しいの出ないんじゃないのか。とにかくまずは調査だ、焦らず急がずじっくり行くぜよ。チェンちゃん、私としては物質分析さえあればいくらだって戦える、そう思ってたんですけどね、実際戦うわけじゃないからな。まあでもアービンとチェンも、まあいろいろ次々に送られてくるフォルマを、まあずっと作業してるわけだからな、二人で。まあ忙しいっちゃ忙しいのか。この長引く戦況で、さすがに私もすり減ってきたかもです。ねえ、いくら好きなことつってもずっと勉強し続けると、さすがに疲れるよね。お前、ん？俺だ俺だ俺だ！それはさすがに無理ですよ。機動班の任務だけでも大変なのに、この上に相談なんて、なんでだよ、いいじゃん全然。まあなんだかんだで私は神経がずぶとい方なので、とにかくお互い頑張りましょう。さらっと振られたな。ちょっと待って、他の選択肢も気になるね。ゾイちゃんが一番頼りがあるかな。それがベターな選択なんですけど、もうゾイ先生のところはカウンセリングの順番待ちだったりします。カウンセリングという名目でなんか下心ある奴らが集まってそうだな。まあなんだかんだでそっか、アービンは別にな、アービンに相談は別にないと思うけど、普段ずっと一緒にいるからな、今さら話すこともないだろう。実はもう相談したんですでしょうね。そしたらフォルマのことを考えれば元気100倍ぜよとか言われて、かなり無理ですね。ヘキヘキしてるじゃん。かなり無理ですね。5倍くらいならいけるんですけど。あ、いけるんだ。いや、チェンちゃんもなかなかのフォルマ気違いだな。使い回しかどうかっていうのが気になるところ。グルース、まあ、様子を見てみたいね、まずはね。あー、でも色合いが違うけど、いや、パッと見似てるな。かなりそっくりですね。来たことがあるようで来たことがない。どうにも紛らわしい場所だな。俺たちをたぶらかしてやがるぜ。君の悪い光景だね。嫌な色彩だな。確かになんか、違和感あるよね。この火が燃えてんだけど、紫っていうね。明らかに魔力か何かで燃えそうな感じ。本当のアントリアは普通に火がついてたもんな。僕にはまた別の光景があるって言うんでしょ。変なところに迷い込んだりしないかな。なんか不安になってくるな。おい、 B の喋り方は割と可愛いな。 C、 おい、弱気も俺たちの敵だぞ。気をしっかり持って任に当たってくれよ。何か物足りないと思ったら、うるさい奴が一人いないのか。姫ですか。でこいつはやっぱ ABC さ、いつもさ、毎回ここ降り立った地で話しかけてくれるけど、やっぱ毎回同じメンバーなんだ。よかったな、ABC 生きてて。いなきゃいないで調子が出ない気がするもんだな。みんな一緒に最初乗り込むんだね。ああ、姫ですか。まあ仕方ねえよな、あの状態じゃ。仕事の割り当ては増えそうだが、しっかりやっていこうぜ。勇ましいゼレイニン注意も迷わないようにな。ゼレイニン来てんの？来てるんかい。てか、毎回お前の方が先行くのやめろ。進むしかないものね。地上に戻る方法を探すにしろ、別の道を探すにしろ。まあまあ行きましょう。なんかそろそろ岬もレベル上がったからね。なんか作りたいっすね。あー来た、女神パラスアテナ。おーいいね、美人。仮面かぶってるけどね、この金髪が美人さを想像かきたてるよね。マカラカンモータルジャードチャクラウォーク、全然いいな。力40以上欲しかったけどね、パラサーテナ。なんとなく当時さ、弱点がな、怖いよね。身体異常は無効なんだ。まあ、弱点多くても別にプレスターンじゃないからいいっちゃいいんだけどね。
あ、ようやく来ましたね。いや、珍しく丸罰ゲーム30分ぐらいかかりましたね。モータルジハード、チャクラウォーク、電撃無効、ベノンザッパー、見覚えの成長、ジオラインと、まあ、パラサーティナね、見覚えの成長で長く使えればいいかなっていうのと、まあ、アンズソースでね、この使い勝手のいいベノンザッパーですよ、これを継承させたいというところでしょうか。ついでに電撃無効、まあね、自殺無効のソースもあったんですけど、自殺無効のソースだと技がしょぼいんでね、あえて自殺弱点はもう残す。無道打ってくるボスにはもう全然使えないというこれなりますけど、私の力を借りたいというのはあなた、まあ任せておきなさい。私の名は女神パラスアテナ、今後ともよろしく。強そうだねパラスアテナ。じゃあこれでいきますか。パラスアテナ凛々しいね。いや、ソロでも最召喚する予定だったんですけど、金がなくなったんでね、そのうちどっかで出会うでしょう。隠ればね、隠ればがデフォになってくるのかな今後は。あ、ドミニオン何やってんだ。一体の天使が立ちはだかっている。おや人間、ほう、マンセマット様が話していた鉄線に乗るという人間だな。マンセマットの味方か。私はマンセマット様の命により我らの秘密の知恵の道を守っている。秘密の花園、マンセマット様の許可なき者を通すわけにはいかん。あいつ何邪魔してくれてんだよ。さあ立ち去るがよい。まだ使えねえのか。ミサキ、今マンスマットの話をした。耳ざといね、全員に。好きなんだ。え、ちょっとミサキ、今マンスマットの話したでしょ。つって、何の話何の話。彼がここにいるの。めっちゃ気にしてるじゃん。マンスマット様はこの地を探索中である。なんとしても忌まわしき悪魔どもの陰謀を暴き出さなくてはならんのだ。怪しいね、気な臭いね。どっちが忌まわしき悪魔どもなんだ。そう、このグルースにマンスマットがいるのね。恋する乙女やん、ゼレーニン。彼に会わないと探索が進まないようだけど、私としては彼に聞きたいこともあったのよ。よかったわ。めっちゃ早口で喋ってそう、ゼレーニン。ミサキ、マンスマットの居場所を探しましょう。ノリノリになっちまって、ゼレーニンが。え、マジでさ、バガブーとヒメネス合体したじゃんか。これ、ゼレーニンとマンスマット合体すんじゃねえだろうな。いろんな意味で。いろんな意味で。でもゼレーニンだったらすぐ合体できそうだよな、マンスマット。いろんな意味でな。え、イベント、ん、あ、これなんかボーティーズっぽいな、中身。どっからともなく声が聞こえてくる。おお、汚らわしき、汚、汚らわしき人間がこの地にまで足を踏み入れたか。謎の悪魔、許さぬぞ。裏切りの種族、地上を黒き夢で犯した者ども。裏切りの種族、いたずらに未来を歪めた報いをこの地で受けるのだ。わらわの幻なす力は今はお前たちを、そして人間たちを滅ぼすためにある。この先とっくりとその身をなぶってくれようぞ。昔は人間からこう崇拝されてたのかな。で、今は逆だよみたいな。人間を貶めるためにこの力を使うぞってことかな。惑い、嘆き、衰え、そして生き絶えるがいい。まあ、ここのボスなのかな。ミトラスはミトラになって、でも完全にやられちゃってるだろうから。あれ、幻想的だね。あ、おう、ん、何これ、ワープ、ワープしてないな。なんだこれ、どういう仕掛け。あ、でも背景は完全にボーティーズですね。アリスもだいぶ、ああ、物理反射、うわー、危ない危ない危ない。物理反射か、厄介だな急に。いいよいいよ、オッケー。ギリ目か。ギリ目からか。そりゃ物理反射するわ。で、弱点が多いと。なるほどなるほど、危ないところだったな。全員で殴ったら死んでいたな今。よかった、パラサーテナだけで。よし、やっぱ物理反射といえばね、ギリ目からさんですからね。お、パワーじゃん。敵も厄介な術を施しますね。幻覚が道を塞ぎ、我々の侵入を拒むかのようです。早く同胞たちが集結しているあの場所を見つければ。これもマンセマットの、言っておきますが、迷ったわけではありませんからね。何そのツンデレ要素。迷ったわけじゃないんだからね。謎のツンデレ要素。マンセマットの部下たちってことかな。だから勢力争いしてんのか、悪魔同士で。マンセマット部隊と。でも何の意味があんの。悪魔が通れない的なことなのかな。で、俺たちの悪魔は普通に通り、え、ああ、通れない。
一方通行ってことかな。こっちはいけない。こっちはいける。なるほど、一通か。お、でも今回物理は通るね。反撃、あー氷結反射、うわー危ない危ない危ない。反射持ち多いな。ちょっとアンノーンで反射は怖いよね。よし、ゴグマゴグか。なかなか大物がどんどん出てきたな。地霊の青泥か。あ、ゴグマゴグ青いもんね。青い泥か。あ、エネミーサチか。いけっかな。不用意に触れちゃった。ゴグマゴグ揺れてるな。プルンプルンだなお前。せっかく使えるしな。いやー逮捕。一撃かよ。反撃、死んでくれる。これ効くんじゃない。かっけえな。おお一発。ガルーダか。霊長の聖なる羽。ガルーダも自殺弱いのかな。弱点ではなかったか。まあ、でも高確率即死だからね。さすがに気持ちいいね。雑魚戦とアリスの死んでくれる乱発して、たまにエナジードレインで MP 吸ってればいいのかもしんない。あ、死んでる。すでにこと切れている。隊員の遺体のようだ。あー、ブラックボックスね。はい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 。そういえばあったなー、これ。メモリー入れた G。隊員が記したと思われるレポートが。ミッション、あ、これが2個目か。今回探索したセクター名はグルース。てかさ、つい最近俺たちがバニッシングポイント通ってここまでようやく来れたのに、お前どうやってここまで来たんだよ。私が調査した範囲でこのセクターのレポートを知るそう。セクターグルースは過去に探索したセクターが原始として次々に現れるセクター。そこまで調査する暇なかったろう。俺たち絶対一番乗りだよな。ところどころに我々の世界とは異なる文明の行き着いた先を垣間見ることができる。なるほどね。やっぱマルチバースみたいな多次元世界なのかもしれない。パラレルワールド的なね。ん？オベロンと、またアンノーンか。いやこれ一発いってほしいね。死んでくれる。あー自殺無効。オッケー。アーマーンね。アーマーン可愛いよね。あ、魔獣のワニウロコ。んー、マルカヤスン。いいねいいねいいね。アーマーン。めちゃめちゃ動いてるな、アーマーン。アーマーン魔獣でしょ。あれ、ゴグマゴグ欲しいな。俺今レベル55に上がったんだっけ。どうしよう。アーマーンレベル56か。ゴグマゴグ話してみようかな。ブルルルルン。あ、満月か。ダメだ。やばい、面白すぎる。なんだこれ。あー、これなんか、アントリアでも見た気がするな、このドア。まだいけねえんだ。ブヨンブヨン。ここは死んでくれるでしょう。いや、気持ちいいねー。お、エネミーサーチ、またアンノーン。別のやつか。ちょっと怖いな。めっちゃ硬いな。あ、ヘイムダル。いいね、いいね。ゲンマの角笛。ヘイムダルレベル72か。いや、まあ、強いよな。なんだっけ、ソーラッカーズとかにいたよね。割と強いゲンマのイメージ。お、なんだ？前方に何かの気配を感じる。おお、おや？あなたは、マンセマットか？岬ではありませんか？やっぱりな、この、BGM やめろって、マンセマット専用 BGM。